はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルウペネシのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器ステージはこちらです。ステージじゃねえわ、武器はこちらです。R ブラスターエリート、ラピッドブラスターエリートですね。こちらポイズンミスト吸引器を持っているブラスター種の武器となっております。今回は逆境インク効率のサブ2つでやっていきましょう。ということでガチ歩行バトルスタートです。さあこちらのやつなんで逆境つけてるかというと、まあわかりますよね、このメイン以外で塗る要素がゼロだからです。サブがねポイズンミストだからさ、少しでもいいからまあ要素が欲しかったわけですよ。ちなみにポイズンミストは今回2連投して、あとはメインを一発撃てるくらいの、インクがあります。基本的にはポイズンミストで味方の補助、敵の妨害をしつつ、まあそこの部分でやるっていう感じで、適宜ポイズンミストは一発で、あとはそれ以外は攻撃をしつつという感じでいきましょう。爆風が、35ダメージ確定3発、直撃が85ダメージ確定は2発となっております。爆風直撃1発ずつで敵を落とせます。さあソイチューバー佐藤、ソイチューバー銀モデだけどな、銀モデだけどな、チューバーがあったら一瞬 YouTuber いたかなと思ったらちげえな。ソイチューバー面白いな、確かにチューバーだから。うわー、そういやそこをルート的にいけるんだった。さあ今回着地に関するものを一切持ってきてないので、ジャンプする際は気をつけたいところですね。どう来るか、狙い的にはどう来るかですよね。てかここ乗れるようになった、あへえ。上だろ、こんな感じだったっけ、ここはこんな感じになってるってことか、これおっ、船、いや、来る、あぶねー、気づけてよー、ボボボーボボボ、怖すぎ、インクここ回復する手段少ないの残念だな。オッケー、やべ重なっちまったよ、あーくそー、両方ともが両方ともやっちゃったよ、僕が持てばよかったんだ、吸引溜まってるからと思って優先してた、他の人のスペシャル溜まり状態を見れてなかった。ポイズンさせはしないよ、さすがにこれ以上進まれると私としても危ないんでね。今回矛持ちの意欲少ねえな、これやべえ、これ、いやここはもう、あ持つ、持たなくていいでしょこの場合は、もううん、そうやらせる方が絶対いいよ。げっ、まあいやいやいや、いいよいいよいいよ、濃いな、ポイズンミストがもう多重展開しすぎて濃いわ。安心して突っ込め、おらよけ、なぜだ、マルミサーは僕か、何でやられたんだ今。さあジャンプするしかねえよな、ナイス、オッケー、うまいよ、ぶねぶね、こっち、今の動き遅めんのマジで強いな、そのおかげでどれぐらいか、なんか私命拾いしてるか分かったもんじゃねえな。あげます、
後ろに引けてない。ムーミンの父フマさん、あ、お前ナイス。今回どちらかというと私はイカ族積んでないから他にイカ族を持ってる人にお願いしたいんだが、今回で言うとあれだね、マニューがイカ族2つ持ってるからお願いしたいところ。オッケー、いける、いける、ナイス。オッケーだけどオッケーじゃないね。くっそー、かられた。これはちょっとさすがに引きましょう。この盤面引いた方が絶対いい。あー、必死。くそー、35だからあの上の高台乗られるとやべえんだよな。オッケー、うまい、ナイス、いい感じですね。よくいけましたね。まあでももうちょいちょっと矛触ってもいいかもしんないな。僕はサポートに気を張りすぎて脳みそがサポート一色に染まってる感じがするから、だからこそちゃんとね、やることをやるっていうか、なんというか持つっていうことをちゃんとしなきゃいけない。じゃないとさっきのさ、絶対させる盤面なのに2人ともがサポートの動きしたせいでダメだった時があるから、そこ気をつけないとダメですね。あれ一番やっちゃいけないやつ。周りをちゃんと見よう。サポートじゃなくて適宜やれることをやる。いや、てかデュアルすげえな。あの人のおかげで勝ってんじゃん。僕、向こう側ローラーはちょっと影薄かった気はするね。バリアブルは見たというか、バリアブルというか丸みさを見たんだよな。丸みさが2人いたんだもんな。なんか最近ラクトデコを使いすぎてるせいでね、ラクトを見るとラクトデコっていう印象がすごい一瞬でくんだよね。ラクデコ熟練度3くらいまでは使ってるはずだからね今。謎です。さあ、癖がすごいんじゃって、なんか千鳥いるぞ、千鳥というかノブ。さあやっていきましょう。着地をケアするもの今回ゼロ。向こう側にはステジャンが2人ですね。うん、フラッシュブラスター、ノバブラスター、クワッドホッパーの、クワッドホッパーブラックケルビン525デコ。わ、マジ、あー、くそー、バレてんのかこれ。うめえ、ノバかなあれ。発射レート的にノバっぽかったよね。オッケー、うわー、もう怖えよ。一発発射できるようにしておいてよかった。早くやってくれ。早くやってくれ。なんで吸引機状態のあそこにあんなに逃げられてんだ。びっくりしたわ。うわー、うー、そこいんの。ビーコンって誰もいないよね。これは私が持ってく。あー、バレた。ケルビンかあれ。はい、
にあ、ゲルデコいたの。マジか。あの位置から狙われちゃうとさすがにどうもできないですね。さあガチホコ奪われてく。48なんだ。前前前前前。クワホだねあれ。てかまあサメ使うイコールクワホなんだけどね。来るんだったら来い。私は逃げと隠れをするぞ。かっこよさとか求める方が間違いだよね。かっこ悪くともしがみついて勝つ。うわー、なんつータイミングでマジかよ。タイミング狙うのうますぎね。うわばば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 ば。攻撃性のあるサブじゃないし近距離弱いからとことんマジで吸引機持ってない状態だと近距離が死んでんだよな。ちょっ、うわっ、あーくそー、悔しい。本当になんかまああんまり使える武器種ではないけど、それでもあのタイミングでブラスター主導して負けると悔しいよ。上逃げます。やっぱいるか。うわー、ポイズンの中全く気にする様子ねえなこいつ。さあ戻ったけど、そういえばこっち側が攻めた記憶ねえな。うーわ、返り討ちになってる。ちゃんと発動してたよね。まだなんかキュイーンってさ溜まりきった感じではなかったよね。なぜ、なんでなんで今直撃食らったの。側面だった、下側守れてなかったってこと。まあわかんないけど結論 A ですね。嘘。ということで2戦目は負けです。なんか納得がいかないんですけど。くそー、なんか今回は吸引機の隙をいろいろ突かれまくった気がするな。やられるはずじゃないとこでやられたし、向こう側の歩行所のタイミングがうますぎる時とかもあったけどさ、すげえなー。まあとりあえず遠距離で当てる訓練みたいのをしないといけないですね。ヒルソク自体は非常に遅い方だからさ、こいつ直撃を取れればまた別ですが、爆風だけだったらあれで3発だから、まあ届かない位置からバシバシやれるんだったらいいんだけど、基本的に気づいて詰められる距離があれば詰めてきますから、みんな。だってもう明確な弱点だしね。さあということで、お相手はオーダーシューターレプリカボールドマーカー、ゴーニーガロンデコの、あとはノバですね。ノバブラスターネオ。ちなみに私ゴーニーガロンデコはゴツデコと呼ぶ時がございますので、あしからず。
めちゃくちゃ動けねえよなあれ。出入り口封鎖。吸引。フェア。うわー、ノバ。え、何？カーリングか今。9万？どこに刺してあったんだ。大大大吉の天然記念物。大大大吉の天然記念物。どういうこと？貴重なものってこと以外何も通じなかったぜ今。ノバいるね。いるねじゃねえわ。大丈夫？それ狙われない？私側の守りは万全。万全か？あれがっつり落とされてますが、ふんぬっしゃあノバネオでやられようがこちら側が勝てればいい。関門さえ刺されなければなんとかなる。でノバはなんかねここから一直線に来ることが多い気がするのと、ポイズン上に刺しときます。うまい、ナイス。これでこちら側が第一関門さえ抜けられなければいいっていう理論できるね。これはもう逃げるに逃げられないな。飛べるか。あ、後ろのこの人は飛べる。今回着地に関するもの一切持ってきてないからさ、ポイズンというめんどくさい理不尽な中でもう大苦しむがよいさ。くね、あー怖い。9万やられちまったよ。うまい、よく止めてくれた。だがこれはまずい。うわー、飛ぶ場所と違う場所にいたんだけど、私後ろに飛んだはずなんだが、これはさすがに私はいけないですね。あぶね。おお。あ。当てた。当てた。よくあの盤面から当てたな僕。炭酸ってことはノバネオだね。カーリング怖えよ。52、まだなんとかなるかもしんないけどきついものではあるね。やばい、あいつを守れるような。そっ、割った、飛んでけ。取るしかねえけどこうなるよね。なあ、近距離が弱え。どれだけ遠距離でやるかなんだけど、ポイズンを意識しすぎなのか普段。
止まってる間だったら結構面白いように当たるからこの武器いけると思ったんだけどね。動いてるとやっぱり目測を見誤るね。かなり直撃今回は多く当てられた気はするけど、13キル5です。まあこれはアシストですね。ほぼうーん、吸引機のタイミングが悪くないこと多いんだけどな。途中いい感じに吸引機で1人落としたし、まあそうですね。てかローラー出すりすぎだろ。何あれ、ギア構成見てなかったな。16キル取ってんな、偉いけどだいぶ脳死で突っ込んでるね。11交換上等みたいな感じになって、潜伏してればって思うけど、そうか今回潜伏の塗りを強、いやいる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 、モミジいるじゃん、モミジいるから塗り自体はまあめちゃくちゃ足りないってことはなかったはず。私が塗りを死んでるけど、塗り死んでるけど、まあまあまあ、もう一生くらいはしたいですね。一生したとはいえ、さあ、うわーハイドラだ。まあいざという時の攻撃かわし用に使いますか。よろしく。お相手はジェットスイーパーカスタムハイドラントモミジシューターカーボンローラーデコです。カボデコの潜伏というか、カボデコの接近はなんとかかわしたいものですね。やべえ、ハイドラ落としたのは偉いけど、にゃーん、これはまあしゃあない。もうちょい塗りができてると思ったんだけどな。カボデコやっぱかなりアグレッシブに動くね。オッケー、直撃当てたのは偉い。オッケー、動きを遅めて刈り取る。一発でもよかったけどね。これまずい。私この場所にいると多分ボコボコにやられる。カモン、あ、やべ、ジャンプができねえ。うおー、取れない。あー、くっそ、あそこでジャンプができない。足元塗りこいつ発生しないっけ。あ、するじゃん。あれ、なんで塗ってなかった。そもそもここには行かせないぞという。あっぶね。あっ、いやーうまい。あそこの盤面自分が取れてれば変わったのかもしんないんだけど、ハイドラがいるのよ。こいつもう一個置いてあるじゃん。けっうまっ、うまっ、何今の、うまー。ポイズン1個でいいかもな。2つあるとかなり厄介なのはそうなんだけど、やっぱインクの量が枯渇するのがでかいね。でもまあ物理的になんか墨流シートみたいな壁作れるのはでかいな。なんなら墨流よりも優秀だわこれ。あ、ミスった。
ちがそこいるね。Z だね、あれ。いるの分かるわ、さすがに。あれでも来るか。はい、あと1分耐えればいいっていう考えは結構きついんだよな。なぜならば私の方はかなり、いやー、そこハイドラがいる中だときついよ。その曲がり方だいぶ塗りが取られてるんだよな。あぶね、吸引器なんとか取りてえな。オッケー、割る必要はなかった気もするが、まあ、あ、でもそうか、延長は向こうに入るからダメか。オッケー、そうか、そこ確保してくれんのか。よーし、1カウント守った。あー、よかった。個人的にあそこの潜伏して近づいてきたカーボンを落とせたの、カボデコ落とせたのでかい気がする。よっしゃ、うー、よかった。ふう、なんとか勝てましたね、ほんと。1カウントで勝った。いやー、よかった、よかった。途中さ、カーボン相手に結構立ち回れたのでかいな。なかなかね、カーボン相手にやると一瞬にしてボコボコにされるんですけど、特にカボデコなんてね。なんとかさ、ポイズン撒いて敵の動きを鈍らせつつ直撃当てて勝てましたね。あれできるとね、もっといろんなところでできるとブラスター使いとしていけるとは思うんだけど、私はそういうのはほぼ無理だね。当たった、うわーすげーだもん。運試しみたいになってる。はい、ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。